はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、国際連合の仕組みと働きについてお送りします。で、前回主権とか、まあ、領域とかね、そういうのをね、話をやってったんですが、ここで主役は国際連合です。で、今回は穴埋めが全部で13問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めの方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1945年、この年に生まれたホニャララで、これが今回の主役ですね。で、まあそのまま書きます。国際連合です。で、この1945年っていう年を見てピンとくるとありがたいんですが、これ第二次世界大戦が終わった年ね。で、その年に国際連合ができます。で、国際連合は省略して国連と言います。これ省略形も覚えてください。でもテストの時、書く時は国際連合で書いてください。そしたら安全です。で、ここの国際連合の目的です。目的はまず戦争を防ぐこと、つまり第二次世界大戦みたいな悲惨なことを二度と起こさないと。それがまず1個。そして世界平和の維持を最大の目的としています。いいね。で、2014年、現在、これちょっと省略形できますね。今回同じところ、国連ですね。国連には193カ国が加盟しています。すごくたくさんの国が加盟している。で、本部はアメリカのホニャララにあります。で、これ場所がですね、アメリカのニューヨークにあります。で、ニューヨークにあって、で、いろんなまず機関があるんですけど、まず1個目です。年1回定期的に開かれてて、世界のさまざまな問題を話し合って決議をする。で、この、まあ、年1回っていうのがキーワードだね。これを総会と言います。総会です。で、これはどの国も自由に参加ができます、加盟していれば。で、次、もう一個大事なのが、次がね、世界平和と安全を維持することを目的として強い権限を持ってるんです。いい？で、ちょっとこのね、説明だけだと難しいんですけど、これが長いっすよ。安全保障理事会と言います。安全保障理事会です。で、これも省略形があって、安全の安、保障の保で、理事会の理で、安保理と言います、省略で。これ両方覚えてください、これもね。で、この強い権限ってどういうことかっていうと、例えば総会、さっきあったでしょ、前の方、ここで決まったことは、例えが悪いですけど、守らなくても大丈夫なんです。でも安保理、安全保障理事会、こっちで決定したことは絶対守らなきゃいけないんです。それだけ違うの。いい？持ってる権限がね、それだけ強い権限があると。で、こういうまず主な機関があります。で、それ以外にもいろいろあるんですけど、前回の動画で国際司法裁判所っていうのがあるって言ったでしょ、裁判するところ。あれもまあ主な機関です。国連のね。で、他には、例えば世界保健機関。これね、省略形があるんで、それね、ちょっと名前と一緒に覚えてもらおうと思って、括弧にしてるんですが、まず世界保健機関が WHO です。省略すると、たまーにテスト出す先生がいるんで、世界保健機関って名前と WHO を覚えてください。そしてもう一個、国連教育科学文化機関、長いっていうね。で、これが、これ聞いたことある人もいるかもしんないね。これでユネスコと言います。いいね、ユネスコです。他もあるんだけどね、まずこの2つ覚えておいてください。で、さっきの前が主な機関で、こっちをこういうのを専門機関と言います。この WHO とかユネスコとかね、他もいっぱいあるんだけどね。で、ちなみになんですけど、4番、安保理ですね。ちょっと省略でいきます、これも。安保理について大事なことがあって、安保理っていうのは全部の国が参加しません、この話し合いに。で、特別な国が5個あります。で、その
ちょっとここ大事なんで色変えますね。ちょっと消えちゃいましたけど、この言葉を覚えてください。これ常任理事国と言います。ちょっと常が消えちゃった。いい？常任理事国です。で、これ5カ国決まってるんですけど、国名全部覚えましょう。まずアメリカです。それ書いてあるね。で、次がロシアです。まあロシア連邦ってちゃんと書いておくね。ロシア連邦。そしてイギリス、フランス、でラストが中国です。これはすごく特別な5個の国なんです。で、何が特別かっていうと、話し合いするじゃないですか。で、この5カ国はもちろん参加します。で、他に総会、さっきこのあったでしょ、総会で、ここで選ばれた任期が2年、まあ2年しか参加できないんですけど、の10カ国が非常任理事国ってことで話し合いに参加します。なんだけど、この5カ国どっか1個の国でもその話し合ったテーマあるでしょ、いや、うちそれ反対ですからって言った場合、採択できないんです。つまり、この5カ国が全部賛成しないと決定にならないという、多数決じゃないんだよ。4対1だとしても1個反対したらもうアウトなんです。それくらい特別な力がある、この常任理事国は。で、この1国でも反対すると採択できないっていう、これ権利の名前があって、これを拒否権と言います。ちょっと権消えてごめんね。拒否権です。いいかな、こういうのがある。で、日本はこの常任理事国に入りたいのですごい努力をしてるんですが、まだ叶ってません、それはね。では次、ここ1番なんで国連か、もう一回国連行きますね。国連は平和を脅かす行動を取った国に対して制裁を加えたりします。つまり、まあ戦争とかですね、でそういうのがあった時に制裁を加えると。で、あとは紛争地域、紛争ね、こう、まあ、戦争でもいいし、戦いが起こってる地域で停戦、戦いが止まってる、停戦協定って言って戦いやめときましょうみたいなのがあるんですけど、そういうのを監視したりするのをほにゃらら活動と言います。で、この活動の名前を、平和をね維持するための活動なんで、平和維持活動って言います。で、省略形があって、ちょっとそれでね、ここ開けてるんですけど、これを PKO と言います。これも覚えておいてください。で、これをね、行ったりする他に、あとは世界の人々、まあ、貧しい国もいっぱいあるので、その世界の人々の暮らしを向上させる、そういった活動を行っています、国連っていうのはね。いいかな、まず国連はね、こんな感じでございます。では、今回は社会の公民、国際連合の仕組みと働きについてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、これ今国際連合って一個の大きな団体でしょ、で、他の団体もいっぱいあるんです。で、それをね、いろいろ取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。